ご覧の皆さん、こんにちは。今回の SBI チャンネルでは3月1日に新たなスタートを切った新生 SBI ホールディングスについて北尾 CEO にお話を伺ってまいります。この3月1日に SBI ホールディングスはグループのファイナンスオールと SBI パートナーズの2社を吸収合併し、さらに SBI 証券を完全子会社化しました。それでは今回新たな体制でスタートした SBI ホールディングスのこれからについて伺います。今後はどのような戦略を取られていかれるのでしょうか。まず今後の戦略について語る前に、はい、長い間 SBI パートナーズ、はい、あるいは SBI 証券、あるいはファイナンスホールの株主としてこの3つの会社それぞれを支えてくださった株主様にですね、厚く御礼を申し上げるとともに、また引き続き SBI ホールディングスの株主として私どもとともに会社の発展に尽力をしていただけるように心からお願いをしたいと、そういうふうに思います。またその戦略についてなんですけども、はい、一言で言うと、私はネット最大のディストリビューターにまずしたいなというふうに考えてます。はい、私の戦略っていうのは、これは、昨日今日始まったというんじゃなしに、私の戦略論というのは全て、この99年4月にこのグループを作るときに事業構築の基本観というもの、はい、これに3つあったんですね。これは1つは顧客中心主義を一もて、これを貫くということ。そして2つ目は企業生態系を形成するとともに仕組みの差別化、それを構築をしていくと。そして3つ目にはネットワーク価値、これを追求していく。この事業構築の基本観に基づいて戦略を練ると。で、戦略っていうのは私の場合は短期的というよりも中長期的、そして、十分に世の中どう変わっていくのか、自分のそれぞれ作ろうと思っている会社のマーケットがどういうふうに変わっていくのか、そういうことを十分見据えて、その上で、将来の環境変化の中で十分勝ち抜いていけるようなその企業グループ、あるいは各企業を作っていこう、そういうことで戦略を、全体戦略と、そして事業戦略、全体戦略というのは SBI コーポレートレベルでの戦略で、グループ全体としてどういうベクトルで進んでいくべきなのか、それを事業構築の基本化に基づいて、一つずつその戦略を立てていく。そして、ビジネス戦略、この方はビジネスユニットでそれぞれどういうような戦略を立てて、進んでいくのかと、こういうことで、さまざまなこの戦略を立ててきたわけです。例えば、顧客中心主義を貫くという基本観から出てくる戦略っていうのはネットとリアルの融合というようなことだって、それに従って証券会社のレベルで考えると、じゃ あワールド日英証券現 SBI 証券を買収しましょうと、こういう中で、買収した上で、ネットとリアルの融合というのを進めていきましょうとかですね、各分野でそういう全体戦略と部分戦略を作ると、いうことをやってきてるんですね。あるいはもう一つ例を挙げると、ネットの銀行を作ると、これは一つの企業生態系を作っていく上で必要、各べからざる銀行業務というものをどうしても作らないといけない、それを、適当なタイミングで、作る。そしてそのタイミングというのはグループの他の構成要素の企業と非常にシナジーが持てる形、そういうタイミングで、作るということで、動き出したと。で、今度は、冒頭に申し上げたネット最大のディストリビューターになると、これもやはり顧客中心主義を貫くということと、そしてまたその企業生態系を作り上げてきたものをさらにシナジーを上げるということと非常に関連があるわけです。すなわちネットのディストリビューターは当然いろんな金融商品を売りますと、それを提供してくれるような会社が私どもの企業生態系の中にありますねと、さらにその商品を売っていく上で
もっと強力に推し進めていく上で必要な会社はどういう会社なのかと。例えば、ネットの損保を販売すると、ネットで生保を販売するような会社を、まあ作りたいなというふうに思ってるんですね。でそういうことをやれば生保商品、損保商品をネットで売る、証券はもうeトレードを中心にどんどん売ってますよと、銀行もネットでやってますよ、そして今度はリアルとネットを融合させるというその全体戦略の中で言えば、例えば SBI マネープラザっていうような形でですね、リアルの小規模なショップをどんどん作っていく、まあ、僕は 4,500 店舗ぐらい作りたいなと思ってるんです。そこであらゆる金融商品をリアルでも売っていくようにしていく、そういう中で、日本でも最大規模のそのネットのディストリビューター、まあ、ディストリビューターはネットだけでじゃなくてリアルも加味しても、最大規模のディストリビューターになっていく、こういうことが可能なんじゃないかなと思ってるんですね。あるいは生活関連ネットワーク事業ということを、まあ、今回やるためにですね、合併のこの2つをやったわけですけれども、これによって何が実現されるかというと、私が念願にしてた一つの事業構築の基本観の一つであるネットワーク価値、これを消費者に十分に提供できるような仕組みが可能になるんじゃないかなと思ってるんですね。例えば消費者が家を買いたいと思ったら、そこから派生するさまざまな情報に対するニーズやいろいろな財やサービスに対するニーズがあるんですね。例えば家を買いたいと思うと物件情報が欲しいとか、あるいはその物件の周り近隣の環境がどうなんだとか、病院があるのかとか、あるいは介護施設はどうなのかとか、そういう情報が欲しいでしょ、はい、そういったものをそのネットで全部提供できると。それに加えて、例えば不動産のローンはどうなのかと、住宅ローンですね、こういうものを安く借りるためにどうしたらいいのか、そういうことがまたネットで同時に提供されるとか、あるいは引っ越しの見積もり、どこが安くってどこが安心できるんだと、まあ、我々が比較オールということでずっと培ってきたノウハウがここに生きてくるんですね、まあ、そういうことをしながら我々としては生活関連、特に大きなライフイベントで我々のさまざまな金融情報、非金融情報が一括して届けられる、それによってネットワーク価値っていうのが提供できるようになる、まあ、今まで事業構築の基本観がこうやって一つ一つ確実に実現されていく、そういうことを目指した形で、まあ、今まで、いろんな戦略を練ってきてるんですね。ですから、まあ、なんかある日取ってつけたような形での戦略じゃなくて、99年4月事業をスタートする時からずっと抱いてた事業構築の基本観、それを踏まえた上での戦略なんだと、そしてそれも全体レベルでのコーポレートストラテジーとビジネスユニットレベルでのビジネスストラテジー、それがうまく、この縦に一つに流れていくような形でですね、戦略っていうのは練られていると。ですからソファー今まで私どもグループの戦略の実現可能性っていうのは非常に高くて、非常に短期間でここまで成長できたんだというふうに思ってるんですね。ではここからはブレイクタイムのコーナーです。北尾CEOに率直な考えや意見などを伺うこのコーナー、今回は SBI グループとして初めて発行した CSR レポートについてです。この度 SBI グループとしては初めてとなる CSR レポートが発行されました。企業の社会的責任に関する取り組みについて紹介されていますが、北尾さんは SBI が CSR に取り組む意義をどう捉えていらっしゃいますか？少し出すのが遅かったかなという気はしてるんですけども、はい、まあ、今まで余裕がなかったと、はい、時間的余裕がなかったという意味なんですけどね。しかし、こういうレポートを出すと形に、まあ、精神を表すということは、まあ、非常に私自身大事なこと、意義深いことだと思ってまして、まあ、ずっと私言い続けてるんですけど、会社っていうのは社会の中に存在する、まあ、重要な社会の構成要素ですね。で、会社っていうのは社会があるからまた存在できてるんです。したがって、会社っていうのは
そのことを十分認識してですね、そして今度社会にいろんな形で還元をしていかないといけないんですね。社会のおかげで存続できてる、だから社会に対して還元しないといけない、まあ、そういう考え方ですね。最近特にその利益さえ儲けたらいいんだとか、あるいは企業価値を時価総額だけで測って、そして時価総額だけで上げればいいんだ、まあ、こういうような企業がたくさん出てき、世の中の風潮もそれに対してそれは間違いだっていうような言い方をしなくて、むしろそれに拍手を送るような、そういう部分があった。まあそういうタイミングで我々こういう CSR のレポート、特に信義人と、まあそれをやって人の信頼、社会の信頼を失うことがないか、義っていうのはそれが正しいことなのか、人っていうのは十分に相手のことを思いやってるか、そういうことで我々は事業を営む会社なんですよ。その会社が、こういう形で形に社会的責任ということを明確化するということを、まあ、やったわけですけどね、まあ、これからもずっとこのことを続けてやりたいし、その企業っていうことの十分な社会性を我々自身が、我々のグループ全体がですね、その知るだけじゃなしに、こういうことを通じて他の企業にも影響を与えたいなと、日本社会全体にそういう影響を与えたいなというふうにも思ってるんです。 SBI チャンネルをご覧の皆さん、いつもたくさんのメッセージやご要望ありがとうございます。 SBI チャンネル編集部ではこれからも皆様からのご意見をお待ちしています。ホームページのお問い合わせコーナーより番組宛てのメッセージをお送りください。では SBI チャンネル、次回放送でお会いしましょう。